でかい唐揚げの報酬もらってない。でかい唐揚げの報酬自分たちでもらえなかった人で自分たちで食べに行った人すごく多かったよ。何人もね、報酬のでか唐揚げもらいましたって言って自分たちでご飯屋さんに行ってでかい唐揚げ食べてる人いたよ。あ、報酬そうだもらってないじゃないのよ。あ、それだ。じゃあ今日は、ここまでにしておきたいと思います。最高の誕生日を今年も